2人にね、そのインターネットなるものの新しい可能性を実感したっていうのはどういうきっかけだったのかってことをちょっとお聞きしたいんですね。で、堀江さんいかがでしょう。まあだから一番大きかったのは、うん、ブラウザーにあったことですよね、うん、NCSN モザイクを最初に使ったんですけど、はい、その前もう電子メールを使ってたんですよ、うん、だけどやっぱりワールドワイドウェブのブラウザーを使った時になんか全てがつながったというか、はい、分かったんですよ。今のような姿がある程度イメージできた、うん、インターネットにみんなが常時接続をしていて、なんかそのモバイルっぽい感じのデバイスを持ち歩いていて、うん、常にインターネットにつながっていろんなことをやってると、うん、社会生活のすべてが何らかしらの形でインターネットが関わってる世の中って、うん、まあそれは物流だったり、うん、金融だったり物販だったり、うん、まあそれこそコミュニケーションであったり、うん、そういったものっていうのは全部インターネット上でやられるようになるだろう、うん、変わるなと。別にその昔からある技術の積み重ねなんだけれども、こう組み合わさった瞬間に何かイノベーションがバンと生まれた感じがしたんですよね、うんうん、同じ質問なんですが、東さんはいかがですか。僕もう少し小さいところからいくと、うん、僕が最初にインターネットって接したのは、まあ、95年か6年かそこら辺なんですが、うん、衝撃を受けて、うん、でそれはなんでかっていうと、一言で言うとこれで大学いらなくなるなと思ったんですね、はい、特に文系の大学の場合実態は図書館なんですよ、うん、ところがインターネットを使うとアメリカからもフランスからも直接にすぐ本が買えるし、うん、海外でも当時でもかなりの情報がもう出始めていたので、うん、これは決定的にその学問とか知っていうものの形が変わると思いました、うん、だから僕もやっぱりインターネットっていうのはコミットしていかなきゃいけないなと思ったんですが、うん、まあ、残念ながら日本の大学とか出版というのはそういう点ではすごく実は行動が遅くてですね、うん、僕なんかも覚えてますけど2000年超えてもまだ出版社はメールアドレス持ってなくて、うん、データで入稿しようと思ってもできなくてフロッピーディスクで送ってくれって言われるような時代で、うん、やっぱりすごくそのズレは感じましたね、うん、そのズレについてはいかがですか。堀江さんすごい可能性をね早い時期から、まあ、触知感じてらっしゃったわけだけど、常にズレとのギャップを埋める作業ですよ、はい、うん、だからもう最初僕が会社作った頃なんかは、うん、インターネットのそのものからレクチャーしなきゃいけないし、まあ、まさにその東さんその大学なくなる言われましたけど、僕もそう思ったんですよね、うん、まあ、それはいろいろなものがなくなるんだけれども、うん、最終的には国家もなくなると思ったし、うん、おそらく僕たちは、うん、僕なんか特にそうなんですけど、日本国民ってなくなることよりもアップル国民でなくなることの方が怖いわけですよ、うん、お前は明日から iPhone 使うなって言われたらアップル ID を抹消して永久に使えなくしてやるって言われると、うん、めちゃくちゃ困るわけですよ、うん、だけど日本人じゃなくなったらじゃあなんかシンガポールに移住するかみたいな、こうそんな感じがあるぐらい、例えばね、うん、インターネットを支配してる会社がものすごく力を持ってきてるっていう、うん、そこまで20年っていうのは革命的に変えてったってことですかね。いや、ちょっとだからギャップがあるんですよ、うんうん、ギャップ、結局僕はそのギャップとの中でイメージはだから iPhone とかよりも先のことまで考えるわけですよ、うん、その20年前に、うんうん、20年前にそれを考えてるんだけどなかなかみんながついてこないから、まずみんながパソコンでインターネットするようになって、うん、スマートフォン、まだ未だにだってスマホ持ってない人たちたくさんいるわけじゃないですか、うん、もうスマホはすでにキャスも超えてるんですけど、うん、それでもまだまだガラケーを使ってる人たちが多かったりとかして、うん、なかなかそんなにね進まないんですよ、うん、これはね生活習慣みんなそんなに簡単に変えられるかっていうと簡単に変えられないし、うん、僕が文系の大学なんかもういらねえよなんて話をしたら、うん、何言ってんだみたいな話をすごい言われるわけじゃないですか、うんうん、特に堀江さんの場合にはね、まさにオールドレジームからね反撃を食らうっていう事件がありましたよね。そうですね、ですよね、はい、だからそれはもう社会の方がそうした流れになかなかついていけていないどころか、場合によっては邪魔をするというね、まあ、多分、はい、概念を理解してないんだと思うんですよ、うん、だ概念を理解してないから僕が言ってることに対して突っかかってくるって、別に僕は彼らにとって悪いことを言ってるわけでも何でもなくて、うん、これからこういう時代が来るんだからこういうふうに変化しなきゃいけないないですよね、だとしたらこれしかないですよねって言ってんだけど、もうそれは嫌だっていう。そうですね、まあ、組織の中の枠組みを生きている人にとってはね、それは不安なことなんだと思いますよ。さて後半は宮田さん、どういうテーマでお話しいただきましょうか。まあ、今インターネットが切り開く可能性、あるいはそれに社会がついてこれるのかみたいな方向で話をしていたんだけれども、そこでもちょっと出たねネガティブな側面ですよね。例えば新しいインターネットが切り開くようなですねコミュニケーションのゲームについてこれる人や企業と、ついてこれない人のや企業があり、その間の関係がどうなるのかみたいなことを含めたですね、まあ必ずしも明るくはない側面っていうのをね少しは話をしてみたいなと思うんです。で東さんはね、まあ、最近の著作が弱いつながりという本で、はい、
あのインターネットの、まあ、一見すると非常に肯定的な可能性をね書いていらっしゃるのですけれども、僕は東さんとはもう長い付き合いですので、東さんが実は強いつながりをたくさん持っている中で、例えば家族もそうだよね、でそういうつながりを持っている東さんが特に海外をね旅行したり移動したりする際にインターネットの弱いつながりを、まあ、自由自在に利用することがね、そのまさに強いつながりを持つ東君にとっていかに重要で、画期的なことなのかということが書いてあるわけです。ところがそこポイントはね、東君は強いつながりを持っているが、しかし昨今の若い人たちはね、まあ、LINE つながりみたいのを含めて SNS のつながりはあるけれども、強いつながりが非常に弱くなってるか、あるいはなくなっているんですよね。わかりますか、うん、ただその典型的には恋愛からの退却という現象として現れているわけです。よしあしをよくに置いておきますよ、はい、でそのことをその東さん自身がねどう思ってらっしゃるんだろう。あの本はインターネットを肯定的に評価した本なのか、あるいはあの自分はうまく使えているけれどもっていうふうに点々点っていう、うん、あの、はい、いや先からねどういうふうに返そうかなと思って考えたんですが、はい、うん、あの結局ねそのインターネットっていうのは世界を変えるんだけど、うん、世界の中のちょっとなんかダメな人とダメじゃない人の比率っていうのは変えないわけですよ、うん、ですごい簡単に言うと、うん、でどんな新しい技術が出てきても、うん、どんな新しい制度が生まれても、うん、まあ、ダメなやつはダメで、ダメじゃないやつはダメじゃないんですよね、うん、はい、これはあの残念なことに、うん、であの最初にインターネットが出てきた時って、うん、やっぱりまあ簡単に言うとアーリーアダプターというかね、うん、あのかなりやっぱ都市住民で先進的な人たちっていうのがすごくインターネットを使っていたので、ね、やっぱり当然インターネットの使い方っていうのも知的、うん、なものになるし、ね、改革的なものになる、イノベーティブなものになるわけですよ、うん、でところがインターネットが本当の意味でインフラになってしまうと、うん、それやっぱりあのどうしようもない使い方をする人たちばかりが多くなっていくし、うん、サービスの方もそっちの方が マジョリティになるので、うん、そっち側に寄っていかざるを得ないと。 そうね、で、まあ、そういう意味で言うと、まあ、インターネットっていう一言でくくれる時代ではもうなくなっていて、うん、結局のところ、まあ、古くて新しい問題というかね、うん、あのそれは日本でも世界でもそうなんだけど、うん、あのこの技術使って世の中変えるにはどうしたらいいんだろうとか、うん、こんなに頑張ってもこんなに分かんない人たちがいっぱいいてどうするんだろうみたいな話に、まあ、あの出てきてると思うんです、うん、でそれで宮台さんの質問に返るとね、うん、で結局そのインターネットを使えばあのいろんな情報が手に入るし、うん、あの世界すごく広がるわけですよ、うん、でところが多くの人たちはインターネット同じ技術を使っても別に世界広げたいと思わないし、うん、閉じこもりたいわけですよ ね、 そうね、うん、であのそれで同じスマホでもあのどっちでも使えるわけで、うん、であの閉じこもりたいっていうふうにしてあの、うん、思ってる人にスマホを与えてもこれもどうしようもないわけですよ。でこれリテラシー教育とも関係がないんですよね、うん、でじゃああのそういう人たちをどうするかっていうのはこれちょっと技術の問題じゃない別のことを考えなきゃいけないなっていうのが、はい、まあ、僕が最近思ってることです、うん、だから、まあ、ネットを全く否定してるわけではなく、うん、あのすごく大きな可能性を開いてるんだけど、うん、結局人間のバカさはあんまり変わってないって話なんですよね。そうですね、あのね、まあ、それだけですね僕が思ってるのは。僕でもそこはちょっとだけ考え方があって、うんうん、その騙すいい意味でですよ、うん、騙し方はあるのかなと思ったんですよ、うん、だその技術でうまく騙すって、うん、それ多分騙すの天才だったのあの亡くなったあのスティーブ・ジョブズさんだと思うんですけど、うん、iPhone、うん、スマートフォンってあるじゃないですか、うん、これみんな電話だと思ってるじゃないですか、うん、これ電話じゃないんですよ、うん、実はこれパソコンなんですよね、うん、すごく非常にあの使い勝手がいいパソコンをみんなこれ高機能な電話だよスマートフォンだよって言ってみんなに持たせちゃったんですよ、うん、これはすごい騙しのテクニックだなと思って、うんうん、だからほらなんかおばちゃんとかパソコン渡してほら使ってって言ったら私パソコンなんか無理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 みたいな感じに絶対なるじゃないですか、うん、だけど高機能な電話だよって言ったらちょっと使ってみようかしら、うん、キーボードみたいなのもないしってなってみんな使うようになったわけですよ、うん、だあれはああいう騙し方で何かうまくやれる方法は何かしらあるのかなというふうには思ってますよ、うんうん、例えばコンビニでRFID タグと作るとスマートチェックアウト多分できるようになって万引きとかもすごい減ったりとかするんですけど、そのテクノロジーが変えていくもの、例えば IoT あのインターネットオブシングスって言いますけど、いろんなセンサー類があのいろんなデバイスについていって、例えば自動運転車できますと、自動運転車できるとまあバカが僕はある意味減ると思うんですよ。バカな運転をして人を殺しちゃう人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。でもそいつはいなくなるわけですよ、自動運転車だけの世界になればというような形でうまいことこうダマクラ化しながら、悪い言葉は悪いですけど、うん、そうするとなんか変わっていくのかな、技術で変えられる部分っていうのはある程度あるのかなと。